君は缶ジュースとかよく飲むかい？それで飲み終わったアルミ缶はどうする？じゃあアルミ缶がその後どうなるか知ってるかい？飲み終わった後のアルミ缶がどこへ行くのか一緒に追いかけていこうよ。手伝いかい？感心感心。でも注意してよく見てごらん。ゴミといってもいろんなものがあるんだよ。ここに集めているのはアルミ缶だけじゃなくて、新聞紙や雑誌、スチール缶、ガラス瓶、牛乳パック、ペットボトルもあるね。これらは資源ゴミって言うんだよ。資源？そうなんだ。ゴミって言わないでどうして資源ゴミと呼ぶんだろうね。アルミ缶を例に調べてみよう。アルミ缶はアルミニウム地金という材料から作られます。その原料はボーキサイトという鉱物です。日本ではこのボーキサイトが取れません。またボーキサイトからアルミニウム地金を作るにはたくさんの電気が必要になります。日本では必要なアルミニウム地金の 99% を外国から輸入しています。一方、集めたアルミ缶はほとんどが再びアルミ缶に生まれ変わります。その他にも車のエンジンや住宅の壁の材料などに生まれ変わります。さすがアルミ缶。アルミ缶を集めればアルミニウム地金を輸入しなくてもいいし、ボーキサイトも使わなくて済む。そうすれば資源や電気を節約できるじゃない。だからアルミ缶を資源ゴミって呼ぶんだ。それじゃあ次に、集めたアルミ缶がどのようにして新しいアルミ缶に生まれ変わるのか見てみよう。集めたアルミ缶は潰されてから運ばれます。たくさんのアルミ缶がアルミ缶回収センターに集められました。ここではまず磁石を使ってスチール缶が取り除かれます。それからアルミ缶以外のものが混じっていないかもう一度よく見ます。まだゴミが入っていることもあるからです。最後に小さく切り刻み、缶の中のゴミを取り除きます。小さく切ったアルミ缶は再生地金工場に運ばれます。ここでは小さく切ったアルミ缶が溶かされてアルミニウムになります。溶ける温度は700度以上です。ドロドロになったアルミニウムは冷やされてアルミニウムの塊になります。このアルミニウムの塊を再生地金と言います。この塊一つの重さはおよそ 800kg。 アルミ缶をおよそ5万個も作ることができるのです。
アルミニウムの塊は圧延工場に運ばれます。アルミニウムの塊は伸ばされて薄い板になります。この薄くなったアルミニウムの板の厚さは1ミリ以下、みんなが使う画用紙の厚さと同じくらいです。薄くなったアルミニウムの板は次に製缶工場に運ばれます。それではアルミ缶が作られる様子を見てみましょう。アルミ缶の誕生です。こうしてみんなが集めたアルミ缶はいくつもの工場を回って新しいアルミ缶に生まれ変わりました。さて、アルミ缶と一緒に旅をしてみてどうだった？飲み終わったアルミ缶はたくさんの人の手を借りて再びアルミ缶に生まれ変わったんだね。このように使い終わったものを資源として活用して再び新しい製品を作ることをリサイクルって言うんだ。今度はリサイクルがどれだけ役立っているかを見てみよう。平成11年度のアルミ缶の生産量はおよそ 27.6 万トン。集めたアルミ缶の量はこの年およそ 21.7 万トンになった。これを計算するとおよそ 78.5% をリサイクルしたことになる。アルミ缶やその他のアルミ製品に生まれ変わったんだ。原料のボーキサイトとアルミの空き缶から同じ量のアルミニウム地金を作るとしたら、ボーキサイトから作るのに必要な電気の量を100とすると、空き缶から作る時の電気の量はわずか3、つまり 97% もの電気量を節約できるわけだ。そこで平成11年度に節約された電気量は東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の1都4県で1ヶ月間に使われた電気量と同じくらいになる。たくさんの電気を節約できるんだね。飲み終わったアルミ缶を集めることがどうして大切なのか分かったかい？それじゃあアルミ缶以外の資源ゴミの場合はどうなんだろう？新聞紙や雑誌はパルプから作られます。その原料は木材を細かくしたチップといわれるものです。集めた新聞紙や雑誌は一旦再生紙となり、再生紙から新聞紙や段ボールに生まれ変わります。スチール缶は鉄から作られます。その原料は鉄鉱石という鉱物です。集めたスチール缶は建物を建てるときに使う鉄筋などに生まれ変わります。瓶はガラスから作られます。その原料は珪砂という鉱物です。集めたガラス瓶は丁寧に洗ってそのまま使うものと、ガラス瓶を細かくしたカレットから同じ色の瓶を作る場合とがあります。
牛乳パックの原料は新聞紙や雑誌と同じように木材を細かくしたものです。集めた牛乳パックはほとんどがトイレットペーパーに生まれ変わります。ペットボトルは石油から作られます。集めたペットボトルは一旦ペット樹脂と呼ばれる材料になります。そしてこのペット樹脂は洋服やバッグ、台所用品などに生まれ変わります。資源ごみの原料は鉱物だったり木や石油だったね。これらは地球から生まれたものなんだ。だからどんどん使えばやがてなくなってしまう。なくなってしまうと缶や瓶や紙は作れなくなってしまう。そうなると大変だね。リサイクルはみんなの気持ち次第さ。放っておけばゴミのまま。でもリサイクルすればゴミは減るし、エネルギーを節約できる。そして何よりも地球の資源を大切にできる。みんなで力を合わせてずっとリサイクルを続けていきたいね。